はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大きい赤ピッピ様、マー君様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。お知らせ、メール当院様限定懇親会を開催いたします。詳しくは当院メールをご覧ください。最初の方に書きました。よろしくお願いいたします。6月1日より NHK 未契約割増金の請求が始まります。4月1日から始まってんですけれども、2ヶ月経つとその未契約割増金対象ということを見なしてですね、6月1日から、この人は割増金対象という認定がありまして、請求が始まります。つきましては、情報を集めるためにNHK から割増金を請求された方にお話をお聞きしたいと思います。靴沢アットマーク gmail.com まで何卒ご連絡ください。メールアドレスは動画説明欄にも貼ってありますんで、そちらの方からコピペして、使ってください。取材に応じてくださった方に心ばかりの拍手をいたします。取材料ということで、拍手をいたしたいと思います。皆様よろしくお願いします。ですね、政策報告会、都知事選に向けた、まあ、来年6月ですかね、1年になっちゃったもんな。都知事選に向けた政策報告会、7月ど頭に開催、会場を抑えました。池袋です。でね、都知事選の公約4つ思いついたんですけれども、まあ一つがですね、東京都内のお店や会社の領収書原本提出してくれたら 10% 上げます。役所に領収書提出してくれたら上げます。これよくよく考えたんですけど、原本提出できない、例えば税金の申告の経費にする、自分で5年間保存しておかなくちゃいけない、まあ会社の経費なんかも含まれますよね。そういうのはちょっととりあえず遠慮してもらって、いくら金かかるか分かんない予算削ってですね、あれしますけれども。2つ目、困難女性しか支援しない差別的な事業を見直し、若年被害女性しか支援しない差別的な事業を見直し、やめる、早い話が。3つ目、外国人生活保護を申請に来た外国人がいたら、その人の国の大使館にご案内する。自国民の保護が一番の任務ですからね、外国の大使館は。で、どこの大使館もですね、日本に困った我が国の国民はいないかなって心配してったもんだ。だから連れてってやるの。困ってるって言って放り出してくるのね。それが3つ目であります。あとですね、東京はなんせ過密してるじゃないですか、住宅が立て込んでるじゃないですか。だから燃えると消火困難な、まあ燃え尽きるまで燃えてしまって、水かけると感電の恐れがあって、で水かけるとかえって燃えるって話も聞くし、そういう性質を持つソーラーパネルは新規設置を禁止する。ソーラーパネル都内全部。あとですね、5つ目、5つになっちゃった、都心部での、大木樹木伐採は慎重にも慎重期す。なんか明治神宮とかあの辺りでボコボコ木切ってんだってね、小池都知事がね。何のためにやってんだかちょっと分かんないですけど、そういう歴史あるですね、何百年も経ってる木切る場合は慎重にも慎重を期してですね、まあ実質禁止ですかな。この5つが今んとこ思いついている公約であります。公金徴収見直し、外国人生活保護は大使館に連行、木切らせない、ソーラーパネル禁止、消費税は、10% 上げちゃう、現金還付する、
で、東京の店で買った都民の方は、まあ、消費税なしで買えるわけだ。そうすると、お店もたくさん売れるようになる。ひょっとすると、それに便乗値上げするとこも出てくるかもしれないですけど、まあ、儲かるわけだ。これ、最初は都民に限るってしますけれども、どのぐらいの金かかるかわかんないんでね。公金中中とかで、でもですね、経済が、拡大すればですね、元取れるはずなんだ。今までですね、0から3、3から5、5から8、8から10って、4、5回、消費税値上げありましたけれども、そのたんびに税収総額は下がっております。逆考えると、消費税下げると税収総額は上がると考えられるんですよ。だからその分で、1、2年でペイすんじゃねえのかな。東京の経済が、活性化して税収が上がって、10%、返しますよ。優遇を上回るんじゃないか、と思っております。企業とかが使う経費は、ちょっと公金詐欺防止のため、領収書原本を提出できる方に、その還付、還元は、限らせてもらってですね。まあ、そんな風に、5つの公約考えてるんですけれども、小池百合子都知事なんか20ぐらい、ずら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 並べて、満員電車撲滅する、なんていうのもありましたっけね。一つも達成できてねえなって。笑っちゃいますけど。あとですね、消費税を、領収書を提出してくれたら、原本提出してくれたら、区役所、市役所が、その分の 10% のお金、現金あげちゃうっていうのに、まあ、都議会議員が、反対多数で成立しにがったら、解散ってできんのかな、都知事。解散して民意を問うってできんのかな。これ、不信任案とか出されないと、できないのかな。ちょっとその辺よくわかんないんですよね。そしたら、どっかにお願いして、不信任案出して、都議会解散すっからさ、解散総選挙からさ、って言っとくのもありかな、ちょっと考えております。まあそういうようなことをですね、報告する、皆さんに説明する、っていうか質疑応答の時間にしようと思ってたんですけど、7月ど頭に政策報告会、あとはいろんなとこで、まあ都内ですね、新宿、渋谷、赤羽、板橋なんかでもやんなくちゃなんねえだろうなって、考えております。岸田翔太郎秘書官更迭。岸田総理公邸の公的なスペースにおける昨年の行動が、これ忘年会ね、公的立場にある政務秘書官として不適切でありけじめをつけるため交代させることにしました。本人が辞職を希望したのではなく、けじめをつけるために更迭した、辞めさせた、本人が希望したわけだ、という記者会見、一般反応です。官邸で忘年会したんだっけ、さすがにかばいきれんかったか、もう出てくんなよ、自宅警備員でもやってろ。岸田怒りの更迭増税、やだよそんなの。職業イコール岸田の息子、怒りの報復増税来るぞ。どうせそのうちしれーっと再雇用、議員目指してるんだけれども、もう無理ちゃうか。どうせ施設秘書に戻るだけなんだろう。子は親の鏡。ボーナスを受け取るために、6月1日付で辞職にしたってマジ。ボーナスもらうのもけじめ。ボーナスもらってから辞めるのか。これ聞いたんですけど、退職は6月1日付だが、退職金もボーナスも辞退するって。これ批判が上がったからでしょうね。慌てて、辞退します。慌ててグダグダ、1年ぐらいの勤務で退職金ってなんだよって感じなんですけどね。去年の10月からの勤務だったような気がするんですけどね。じゃあ1年経ってねえじゃねえ、退職金ってなんだよ、1年みたいな。5月25日岸田一族、忘年会開催、官邸の公的スペースではしゃいだ写真を撮ってたことが発覚。総理がですね、5月25日の時点ですよ、国民の不信を買うようなら、ようならじゃねえ、買ってんだよね、誠に遺憾などと陳謝、
更迭は否定した。その後与野党から激しい批判、特に身内の自民党内部からも、何をしたらいいのか本人が分かってない、ゼロからやり直した方がいいとの声。5月29日昨日けじめを取らせ更迭します。党内部に負けたか支持率下落が嫌だったのか、相変わらずブレブレじゃないですか。ボーナスもらって退職かよっていう声にはもらえませんって後付けで言うし、25日の時点では更迭は考えていなかったのに、29日になって更迭しますキリなんて、なんか批判に弱いですね。ブレブレ、まあ信念がないからな。真空総理、信念がない真空総理、空っぽ総理なんても言われてましたけど、今までも一度出した指示がですね、評判悪いとですね、あれは官僚の勘違いでーなんて言い訳しながら撤回とかしてました。あー、この人批判に弱いみたい。だから騒げば動く人ネットとかで騒げば、総理本人の辞職希望ではなくて、他の週刊誌ではですね、本人がもうやめる、心が折れてもうやめる、家族の説得を振り切ったってありますけどね。で家族もとうとう諦めた、一般判断です。これでもう政治家になれないな。もともと迂闊すぎて議員には向いてない、謝罪会見するのが死んでも嫌だったんだろうな。何をやらせてもダメそう、権力持った無能って始末に負えない、猟銃持ってないだろうな。総理が更迭したとか言ってたのが見え張っちゃったのか、家族が辞職をやめたっていう止めたっていうのがもう呆れるわ。まあ家族はおめえ責任取ってやめろっていう立場ですよね。同僚の秘書官、何をしているかわからないがいつも難しい顔でパソコンを操作しているらしいです。こっちは週刊誌の記事なんで、信憑性はちょっと不明ですけれども、でね、みんなにね、一斉にね、ゲームでもやってんじゃねえの、深刻な顔して、ソリティアかん、エゴサーチしてですね、バカ息子オブザイヤーって自分の悪口でも見つけちゃって心折れちゃったのかな。岸田翔太郎32歳華々しい人生、コネで慶応法学部入学、これ親父と一緒ですね、慶応ね。早稲田だっけ親父って、忘れちゃった、どうでもいいから覚えてない。大学卒業後コネで三井物産入社、2020年、コネで岸田文雄公設秘書就任、まあコネ以外の何者でもねえわな、これはな。2022年、コネで岸田総理秘書官就任、同10月、美人記者のハニトラに引っかかって山際大臣の辞任を漏らす、記者は特ダネとして発表。12月、官邸の公的スペースで親族忘年会、公私混同のバカ騒ぎをする。2023年1月、公用車で海外観光、お土産物も買う心が折れてもうやめる Now ということで、これ2月3月4月は何にもないみたいですけど、バレてないだけで絶対なんかやらかしてるよね。バカ息子オブザイヤーを4人殺しの青木政憲と争う逸材であるな。32歳でこれなんですけど、今後更生はできるんだろうか。私人に言われたことなんですけど、前科、刑務所ぶち込まれるか、大借金背負って絶望するか、大病して絶望するかしないと、なかなか人間って変われないよねって言われた時あって、なるほどな、思ったんですけれども、まあまあ32歳でこれ、今後更生はできるんだろうか、まあ、大病なんかしてですね、死ぬ思いしてですね、そうすると秘書官は無月かもしれないですけどね。広島の有権者の皆さん、投票は慎重に。元総理岸田の息子だからつって思考停止して投票しないようにね。5月30日国会、今日ですね、立憲石川参議、石川大我参議、名物男、入管法は送還忌避者の実態として前科を有する者が多いと資料で示している、ツイッターで差別的な罵詈雑言が流布している、まあ実態を示したから誹謗中傷されてるみたいなことを言ってましたけど、
斉藤法務大臣、議論するために犯罪傾向を示すことはおかしなことではない、まあ必要なことという事実だしっていう一般判断です。前科持ちが多いのはただの事実なのでは、事実陳列罪、事実を言うな差別だ、国民の安全より前科者の滞在許可が大事とは、犯罪者側の人かな、毎回毎回何を言ってるんだね君は、頑張れ石川、事実に負けるな、資料で示されたらしょうがないのでは、不法滞在の時点で犯罪者だろう、何言ってんだこいつは、前科を言うな犯罪を隠せとかやばいこと言ってない、犯罪者擁護党って名前変えろ、石川大が相変わらずですね、有権者イコール日本人と大多数の性的ノーマルのためには全然働かねえ、絶対働かねえのね、外国人と少数の性的同一性に問題がある人のためにしか働いてねえ、そんなんだから支持率全然上がんないんですよ、立憲は右肩下がりで、上がる気配すらないんですよ、こいつの父親もですね労働組合系の参議院議員だったんだって、反日サラブレッドですね、過去にもですね性犯罪常習犯のスリランカ人に、在留のための難民申請と仮釈放のための仮病を強さって報道もありましたしね、入管がですね難民申請者の4割は前科持ち、中には殺人や強姦の凶悪犯も、5割は祖国でギャングとトラブった、借金から逃げてきた、近隣と揉めたなどって発表したのが痛くお気に召さなかったようで、そのせいで誹謗中傷されているのだーみたいな、ツイッターでーみたいなこと言ってますけれども、資料で示したね客観的事実についてツイッターでバリゾーンって文句言ってんですが、どういうことなの、石川大河はですね一日中ツイッター眺めてんのやめろ、もうスマホの画面擦り切れるほど指でチャッチャチャッチャやってんのやめろ、気になんなくなっからさ、落ち目も落ち目、党員高齢化でお先真っ暗の共産党員の嘆きが話題になっておりました。ここ1年ほどで急に共産党へのネガティブキャンペーンが始まった、ちょっと前まで迷ったら共産党ってネット民にも支持されていたのにな、そもそも共産党が中央集権なのは当たり前じゃん、中央が全部管理して配分するんだから、迷ったら共産党ってパワーワードがすごいですね、中央が全部管理して配分するから当然独裁を肯定してるのがすごいですね、一般判断です、言うほど急か、ここ1年だけか、確かにネガキャンはすごいが自業自得、確かにネット民からは見放されてるよな、迷ったら共産党なんてどこで言ってんだよ、血迷ったら共産党の間違いではうまいこと言うな、ノイジーマイノリティばっか重視するから共産党ペートナーズを作ってみては、これ立憲民主党パートナーズっていうのを作ってスペル間違ってペートナーズになってたっていう事件がその昔ありましたよ、言うて独裁を肯定する党を応援したくなる、サドルにぶっかけるという党則がバレたからではサドルにぶっかけなくてはいけないっていう、我々が支持されないのは国民がバカなせいっていう思考停止をなんとかせんとあかんよ、自分らがうまくいかないのは全部他人のせい、社会のせいという左翼の性根がよくわかる投稿やな、これは支持されないのをネガキャンのせいって思ってるとこがね、選挙ギャルズまたやらんかな選挙ギャルズあったのそんなの、靴沢説、バカで幼稚だと、バカで幼稚でそれゆえ不遇だとパヨる、バカなよ、バカで幼稚なせいで不遇だとパヨる、自分が成績が悪いのも無能なのもそれゆえ貧乏なのも部屋が汚いのも性根が腐ってて全くモテないのも体が不潔で醜いのも全部他人のせい、社会のせい、去年7月まではですね全部全部安倍のせいっつって安倍がーをまあゴミマスが焚き付けてましたよね、
迷ったら共産党なんて聞いたことないですよ私、一体どこの異世界での出来事なんだか。私があの豊島区委員会で共産党をボコボコにしたのはですね、一昨年であります。詳しくは靴沢懲罰委員会で動画検索を。この時はあの大変だったな。6月末にあの本議会で共産党の悪口散々言って、9月にあの懲罰委員会かけられて、ここでもあの共産党をボコボコにして、10月に肺がんの手術っていう、かなり大変な年でありましたけれども、動画上げてますんで、検索してあのご覧ください。なので共産党への糾弾はですね、ここ1年急に始まったことでは全くありません。これ書いたやつがですね、ここ1年って思うのは、1年前からあのリアルな影響が出てきて、情弱にも分かるようになってきたからでしょうね。地区支部がとうとう消滅したとか、赤旗配る先がぶっこしまくって一軒もなくなっちゃったとかね、ところがどっこいですね、それは何年にも何年にもわたってたまりにたまったマグマがちょろちょろ見えてきただけなんですよ。ドッカン花火は、ドッカン噴火はこれからですからね。議席半減とか、両院合わせても一桁になっちゃったとか、とうとう赤旗の印刷代紙代が払えなくなって作れなくなったとか、代々木の本部ビルを売る羽目になったとかね。週刊朝日は101年で歴史に幕を閉じましたが、共産党は来年が結党101年目じゃなかったでしたっけ。今年100年目、100年で結党100年で、100年経っても与党に一回もなったことねえのかなんて言われてましたけどね。もういいや、もうあの無理にあんかずに楽になっちゃえよということで、未だに実権握ってですね、小学校よりでかい豪邸から指令出してる不破鉄造93歳の X デーが共産党のですね、葬式の鐘の音になるかもしれないですね。まあ、私的には、今か今かと待っているんですけれどもね、なかなかそういう、それともあれかな、池田対策みたいに、不老不死になっちゃうのかなって、ちょっと共産党が動揺して、党員が絶望しながら、隠しとくのかなって、ちょっと、疑ったりもしております。というわけで、メール党員さん限定懇親会の方、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。